はい、皆さんどうもこんばんは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回もですね、前回に引き続きなんかいろいろ話聞いていこうかなって思います。なんだ、迷いが、なんだろう、いいか、ついという少女が深い森の中で迷子になってしまいました。どこから来たのか、どこに行けばいいのかわからず、日も暮れてきて、不安に思っていたところ、一軒の家を見つけました。え、なんだろう、主人公の男の子、まあ、ちょっと違うけど、こんな感じだよね。その家には優しそうな老夫婦が住んでいました。夫婦は迷子になってしまったのだったら今夜はこの家に泊まっていけばいいと言いました。心細く思っていたついは夫婦の申し出に応えてその晩泊めてもらうことにしました。はあ、甘えてか。まあいいや。その家は外から見た時には小さく見えましたが、戸が奥へ奥へと繋がっており、どこまで行っても部屋があるようでした。え、まさしくじゃない？しかし家の中で迷子になることはなく、老夫婦のいる部屋に戻りたいと思えばいつでも戻ることができました。え？不思議なことに四季折々の花が家中に咲き乱れており、森の中の家であるにもかかわらず、海や川で採れる食材を食べることもできました。へえ、どういうこと？ どういうこと？自分の家族と喧嘩をして飛び出てきていたために、少し家に帰りづらかったついは、老夫婦の帰るようにとの勧めにも従わず、しばらくその家に滞在していました。ほー。けれどある日、やはり自分の家に帰ることにしました。老夫婦は親切に森からの出方を教えてくれました。ほー。やっぱ老夫婦そこに住んでるだけあってわかるんだね。あ、帰ってきたついを見て、ついがもう死んでしまったと思っていた家族はとても驚きました。え、10年？どういうこと？ 10 年間も老夫婦のお世話になってたの？感じだった。マジ？背格好はいなくなってた頃とほとんど変わりませんでしたが、時折人の言葉ではない言葉じゃ、え、怖くない？時折人の言葉ではないって何喋ってたの？え、話したり咳をしたりするたびに、鼻が飛び出て目や鼻の、爪からは、なんで？どういうこと？次第に人の言葉が喋れなくなり、ある日とうとう、なんでいなくなったの？え、どういうこと？え、お花が落ちて、え、どういうこと？え、怖っ、え、どういうこと？え、どういうこと？すごい不思議、え、どういうこと？自分だけこれわからない、どういうこと？あ、物音以上だったんだ。あ、マジ？知らなかった。長々お引き止めしてしまいましたね。そろそろ立たれてはいかがでしょう。ああ。じゃあ帰ろうか。じゃあ帰ろうか、前だけど。あ、でも出発しないって選択肢もあるんだ。いや、でも帰った方がいいよね。だって人ん家にね、ずっと長いって失礼だよね。あなたが来た方と逆側に森を抜けてるし、ああ、OK、了解です。なんか右側から来てたか左だもんね。大雨が降った後ですので、地面に気をつけてくださいね。あ、了解です。ありがとう。お世話になりました。すげえ親切ないい人だったね。ただなんか話めっちゃ怖かったけどね、全部。あとなんかもう後半すげえ不思議だったけど、てかこれ自分で歩けるシステムだったんだね。え、出発する、まだ出発しない、え、どういうこと？まだ出発しないなんだ、どうなんの？え、もしかしてさ、これさ、他の部屋も行けんの？ワンチャン入っていい？なんだこれ、図書室？図書室もあれか、妖怪。え、よ、うん、え、あ、続きがあるわけじゃないんだ。そういうことじゃないんだ。けどこれ本棚っぽいけど、他は調べられないね。え？何にもない。でも、この開いてるやつはさすがにいけるでしょ。これ何？身長。え、で？ え？廊下へ戻る、次の部屋へ行く。え？どういうこと？廊下に戻るって無理じゃない？だって右側から来たじゃん。何？どういうこと？え、首を切られた鶏だ。持っていく、持っていく。え、なんで持っていけんの？え、なんで持っていけんの？持ってっていいの？え、どういうこと？え、すごい謎なんだけど、どういうこと？え、上登れんの？これ机じゃないの？え、どういうこと？どういうこと？え、怖い怖い、どういうこと？え、なに、どういうこと？どういうこと？カーペットかなんかなの？え、どういうこと？え、何？怖い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 、どういうこと？どういうこと？どういうこと？なんか光ってる。米の入った袋だ。少しもらっていく。手をつけない。なんか言い方悪くない？だから手をつけないってさ、なんか言い方悪くない？そうなったらなんかつけない方がいいような気がしてきた。最初もらっていこうかなって思ったけど。なんか、言い方じゃない？もうこれに関しては手をつけないはやばくない？どういうこと？え、もしもさ、廊下へ戻れ、選んだらさ、廊下に戻れるってこと？最後の話とやっぱり一緒じゃない？そうなったら。広いなと思ってて、戻りたいなって思って戻れるってことでしょ？
もうわかんない。どういうこと？楽器。何が楽器？どういうこと？鎧じゃない？どっちかっていうと、なんか石像とかさ。これどこまでいけんの？なんだこれ？木？ 森？どういうこと？わからない。よく。木の葉？まあ葉っぱな。どういうこと？なんか最初話が読めんのかなって思ったの。さっきいろいろお話ししてもらってたから、そういうことかなって思ったけど。これ何？どういうこと？てかどこまで部屋あんの？なんか、すげえ、椅子豪華だな。どういうこと？手紙なんだろう？木くず。どういうこと？なんかよくわかったね。だ、自分だけ？これ椅子通り抜けられるんだ。すげえな。でもこれ読めないの？これなんて書いてるんだろう？なんて書いてるというか何が書いてあるんだろう。中身めっちゃ気になるけどな。次の部屋行く。何？急に？なんだかこの家は居心地がいい。もう少し長居しても罰は当たらないだろう。急に？いや、帰れよ、早く。それにしても立派な家だな。まあ確かにね、広いもんね。あと、すげえ、ぬいぐるみ大量にない？すげえ怖いんだけど。そういえば、なんか急いでいたような気が。なんで？なんで急にカタカナになるの？もう何も思い、どういうこと？何が思い出せないの？わからない。ちょっと君のことわからない。木？どういうこと？木？バッドエンド迷いが。やべえ、これ、早く出なかったからだ、絶対。こんな感じなんだ。話聞くだけかと思ってた。怖っ。木になっちゃったんだけど。うわ、マジか。すげえ。ということでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もお願いします。またねー。